森田京之介は、テレビ東京の元アナウンサー。現在は、トヨタ自動車社員である、愛知県岡崎市出身。駒場東方中学校、高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。他局穴毛は、マスタイチ、江波大二郎、菅原智弘、熊崎風斗と仲が良い。2010年4月に、テレビ東京にアナウンサーとして入社。同期は、 白石さゆり。ニュースモーニングサテライトにて2010年7月1日にアナウンサーとしてデビュー。その後、報道、情報、スポーツと幅広いジャンルを担当している。好きな食べ物は、老人時代に支えてくれたカレーライスである。2017年4月より、池谷徹の公認としてニューヨーク市局へ赴任する。2020年3月で、 ニューヨーク市局への不妊期間を満了することから、日本に帰国2週間の自宅待機後、2020年4月17日より、WBS フィールドキャスターに就任。2020年12月をもって、WBS の卒業とテレビ東京からの退職が報告された。2021年1月に、トヨタ自動車へ転職。障害広報本部の広報に配属され、 トヨタイムズ記者として活動を再開した。ありがとうございます。